モデルとしてきつくないですかそれはだそれで仕事の話できんのって思っちゃうんですけどね<の>今思いました、はい、そんなことすごい一番考えることじゃないかなって僕は思っちゃうんですけどねこの授業に関してはこれぐらいしかかからないので結構利益率っていうのは高いさっきから気になるんですけど、はい、コミュニケーションを教える仕事をしてるのにすごくコミュニケーション下手ですよねちょっっとあの伝わってこないですねあんまり さあ、始まりました。成功者、虎の壁。この番組はビジネスで成功したいと考えている挑戦者が、5人の成功者である社長にプレゼンしていただき、そしてその社長たちから浴びされる質問や難題を見事クリアして、その壁を越えることができた人には、夢の挑戦者への権利が与えられる。そんな企画となっております。それでは、まず挑戦者の方をお呼びいたしましょう。挑戦者の方、どうぞ失礼します。 今宵も虎たちが鋭く目を光らせていたはいそれでは挑戦者は、えー、自己紹介、えー、簡単な、えー、経歴をお願いいたしますはい初、えー、めまして、えっと、中島ると申します、えー、経歴としてはまず最初にあの営業会社にあの入った後に その後、あの、ベトナムの技能実習生送り出し機関というところで、日本語教師として働きました。で、その後、あの、個人事業主、YouTube とか動画編集とかですね、あとあの、ベトナム語講座の運営などして、えっと、去年の10月に株式会社、モアアップブーストを設立しました。 それでは簡単にルールの説明を行います。今から約45分間、挑戦者は自分が思い描く事業のプレゼンを行っていただきます。そして5人の社長のうち、下半数以上の3名の方がサポートしたいと感じさせることができた場合のみ、今後最大2年間の経営のアドバイスや人脈の紹介、資金調達を含むあらゆる最強のサポートを受けることが可能になります。 えたとえプレゼンの途中でも、えー、制限時間に達した場合、途中で強制終了となりますので、ご了承ください。それでは挑戦者、あなたが思う、えー、授業のプレゼンをお願いいたします。スタートえっと、今回、えー、プレゼンする内容は、えー、語学教育とウェブを使って、えっと、日本とベトナムをつなげるということです。簡単に言いますと、まあ、主に分けて2つありまして、 まず一つ目が、えっと、日本に住んでいる技能実習生に対してのオンライン日本語教育を行うっていうところと、二つ目が日本に住んでいる日本人に対してのベトナム語教育。この二つを、あの、主に B2B 向けにやりたいなと思っております。で、今回はちょっと時間が少ないので、技能実習生に対してのオンライン日本語教育の部分をメインで話させていただきます。よろしくお願いします。えっと、中島さんはベトナムの方 あ私とあの完全に日本人ですあ、なるほどあでも彼女が今ベトナム人ですあなるほど普通にベトナム語講座をやるっていうスクールをやるみたいな株式会社ティーズインベストメント会長竹野内幸宏全国600店舗展開するリラクルを創業し270億円で売却ビジネスの立ち上げ事業投資などその数40以上今宵ビジネスモンスターが挑戦者に切り込む 普通にベトナム語講座をやるっていうスクールをやるみたいなえっと今実際にあのオンラインベトナム語講座を、うん、で日本人に対して今提供してましてでその新しく日本に住んでる技能実習生に対してのオンライン日本語教育、うん、ここに力を入れたいというところで、うん、逆にってことですね逆にそうですねもちろんそのベトナム語の方も、えー、継続してやっていくんですけどそれボランティアですか アマソラクリニック委員長ドラゴン細井美容クリニックを運営医師としてあまたの患者を施術さらに個別塾人材派遣芸能事務所など経営者としても幅広く経営ハイペースに事業を拡大する新進芸能白木二刀流が挑戦者の前に立ちはだかるいやそれはあのお金をいただきますなんでお金ない人からお金あ るんですか誰からもらうかというと、その技能実習生を受け入れている企業さんからあのお金をいただこうと思いまして、技能実習生からはあの1円をいただこうと思いまなるほど、はい、あのその実技能実習生を大体採用しているたい、えっと、企業の業態って何ですか 株式会社、ウレルネット広告社代表取締役、加藤光一家を、あまたの100億円企業を輩出する、驚異的な実績を誇る、日本における D2C の第一人者、レスポンスの魔術師が、挑戦者を翻弄する。あの、その技,術技能実習生を大体採用してる、えっと、たい企業の業態って何ですか業態はすごく、もう幅広くて、まあ、最近で言ったら、まあ、介護。 だったりとか、あとは製造量、あとは、あの、溶接とかですね。言い方悪いんですけど、その、日本で、ちょっと、ま、人手不足っていう業界ですね。すごく、あの、技能実習生を今、雇っていて、今、例年、日本に住んでる技能実習生の人口も増えてるっていう形ですね。その技能実習生入れてる法人っていうのは、大体、ま、一応伸びてる産業であるんですかちょっとそこは、よく、今ちょっと、なんとも、 わからないところではあるんですけど、めちゃくちゃ伸びてるとは、ちょっと言い切れないですね。っていうのも、人手不足とかで多分、いろいろ問題とかも抱えていると思うので、売り上げとかはですね、そんなに上がってはないところが多いかもしれないです。基本的に法人がね、人を採用するときは、まあ、単純な労働力として、あの、やる場合と、まあ、当然ね、なんか、なかなかサービス業で、その日本語コミュニケーション必要っていう2つがあると思うんですけど、はい やっぱりどう、その、やっぱり採用している法人のし、ね、あの会社っていうのは、そこまで日本語教育に投資するんですかね今、現状、ちょっとずつ、あの、その日本語教育に力入れているところは、えっと、増えてまして、なぜかっていうと、えー、やっぱり、その、日本人の社員が、その外国人材に対して、仕事を教えたときに、一回で理解できないとか、すぐに。で、そういうときに、その、間違った仕事とかしちゃって、せっかくその、 人材入れて、その、どんどん、その生産性とか上げていかないといけないのに、ちょっとそこでつまずいちゃったりとかですね、してるっていう、まあ、現状がありまして、で、今ちょっとずつ、その、やっぱしっかり日本語教育しないといけないなっていうところもありますし、ベトナムからしたら、この送り出しているのはいいんですけど、やっぱり語学の部分ってちょっと弱いよねっていうところで、今実際に政府が力入れているところとしては、日本語能力検定試験っていうのが、 ありまして、N5 から N1。で、この N5 が一番ちょっと、まあ、レベルは低いんですけど、今は、技能実習生はその、レベルはなくても、日本に、まあ、来れるんですけど、でも、今後、N5 以上がないと、まあ、来れない。っていうところで、国としても、語学っていうところに力を入れてますし、あの、技能実習生、あの、3年までなんですけど、3年以降、その特定技能っていう、簡単にわかりやすく言ったら、2年間延長できるみたいな。で、それ、 もう、まあ、テストとかしっかり合格しないと残りの2年間も滞在できないというところで、これがもう1、2年前とかにもう出来上がって、よりその日本語教育っていうのはすごく重要っていうか、あの大事な部分だなと思っております。 会社が、まあ、負担するわけじゃないですか。はい、で、例えばそれって、どれぐらいのコストがかかるんですか例えば、個々に、まあ、個別でやるっていうのと結構大変じゃないですか。例えば、まとめて10人とかだったら、サブスクで SARS みたいな感じでやれるとか、そういうなんか画期的な料金体系あるんですかえっと、料金としてはそのサブスク、まあ、月額でいただこうと思いまして、まあ、今3つプランがあるんですけど、このプランはどういうふうに分けるかというと、まあ、受講人数によって変わりまして、まあ、人数が多ければ多いほど、 一人当たりの料金っていうのは下がることができます。10人やったら月額いくらですかええー、10人だった場合、一番安い料金、えっと、5480円。月。あ、一人当たり。あ、一人当たり。ってことは5万円ぐらい払う,う、ね、っていうことですね。で、それ日本人講師つけてっていうことだと思うんですけど、はい、その講師にペイする、そのお給料と、まあ、総裁できるんですか、はい、あ、できます。えっ、ー、と、月に8レッスン、1300円で考えてまして、で、これを、まあ、8レッスン分。 まあ、講師にお支払いするっていうのと、で、あと、かかる費用としてはと、ズームを使用してやるんですけど、ズームとドロップボックスっていう動画をそこに保存したりできるツールがあるんですけど、この授業に関してはこれぐらいしかかからないので、結構利益率っていうのは高いです。集団授業ってことですね。そうですね、グループレッスンです。ああ、なるほど。1レッスン何時間ですか 1>, ?1 レッスン1時間です。月に8時間。 はい。月に8時間で、あの、いや、あの、10人をレッスンして、月に8時間で、はい、まあ、5万円ってことですよね。はい。どれぐらいレベル上がりますかね。今、根拠っていうのは、やっぱりこれからやろうとしてる授業でないんですが、あの、先生ですね。今、あの、業務委託でも3人すでに決まっているんですけど、その先生方の、あの、実績がありますので。実績があるっていうのは、だから、月に8時間で、 どれぐらいアップした実績があるんですか例えば10人集団で教えるってことは一方的に多分先生からの話がほとんどだと思うんですよ、はい、10人からの質問個々に受けててやり取りしてたら1時間なんてあっという間だと思うんですよね、はい、ってなると動画見せてるだけと何も変わらないんじゃないかなと思っちゃうんですよ10人での1時間は短いのでちょっとそこは考えないといけないなと今思いましたうん <laughs> 今思いましたそんなことすごい一番考えることじゃないかなって僕は思っちゃうんですけどね えといろんな会社さんにこの事業のことを紹介したときに大体の人たちが、まあえー、3から6人ぐらいっていう、まあ、方がほとんどでして、まあ、そこに関しては1時間で、うん、10人以上とかになるとあの別途ちょっとプラン変えさせていただきますっていうのをあのプランあんまり想定してなかったってことですかあそうですねそういうケースが少ないから、うん、はいなるほど3人やったらでもギリギリ黒字とかじゃないですか 株式会社スキルハックス代表取締役佐藤祐希飲食初店舗と美容室2店舗に加え情報共有サービスブレインを運営する実業家インフルエンサー名だたる経営者が一目置くビジネスハックの振動は挑戦者にいかなる助言を告げるかそうなんですよ正直3人とかよりも6人とかの方があの1人当たりの利益っていうのは高い でして、まあ三人でももちろんあります。人増やすと定着が遅くなるんですよね。ね結構モデルとしてきつくないですか？それは。あの三からそのベストな人数まであの一時間でしっかり教えられるここをしっかりえっと早いうちに決めてそれ以上のところはまた別途プランを用意したいなと思います。じゃあ仮に六人だとして六、はい、人一セットで教えますってなったときに。 まあ本当に日本語わかんないベトナムの方が来られたときに、はい、そのギリギリ日本語がわかってるっていうその日本語能力検定試験の N5 の合格率って何ぐらいになると思います、はい、?3 か、ね、月のレッスン終了後に想定してるのはもう半年以上ではあるんですが受けていただいた方は全員って言いたいところですけど多分個人の頑張りもあるので80%ってちょっと目指してやっていきたい N5 を合格できるとどれぐらいの能力になるんですか ?N5 が、例えばまあ、暑いとか冷たいとか、あとはまあ、簡単な挨拶だったり、N5 を取ったとしても、本当にゆっくり日本語で話してあげて、その簡単な日本語を理解してくれるみたいなレベルなので、その N5 合格はもちろんですし、N4 までの合格、まずここに力を入れていきたいです。A 検4級5級ってことですもんね、イメージは。うん、あ、まあ、そうです、そうです。だからまあ、 日本人の、まあ、ちょっとエリート家庭の小学生が、まあ、受けたら通るかなぐらいの英語力って感じですよね。公文とかでやるレベルの英語ですもんね。 だそれででで仕事のの話できんんっって思っちゃうんですけどね、うんまあ、暑い寒いとかねこんにちはこんばんはそんなのはまあむっちゃけどうでもよくてむしろその専門的な内容の方が優先されちゃうからむしろ会社個々に応じてマネジメントされたとかカスタマイズされた OJT みたいのを組んであげた方がなんかそんなの自分でやれよって話でかまあその小学生でも取れるわけじゃないですか日本人が英検5級って。そんなんなお前来たんだっっててやれよって話で いや、だからその業種にカスタマイズしてあげた方が、御社のなんか意味があるというか。本当おっしゃる通りで、あの、N5 とか、その試験メインの授業だったら、本当に動画でいいと思うんですよ。でも、うちが特に力入れたいのは、その会社で使う日本語とか、技能実習生は、もちろんベトナムでも日本語を勉強してくるんですけど、そこはもう古い教科書に書いてあるような、あまり日本人が使わないような日本語なので、 なんか職場とかで使える、まあ、日本語。あとは仕事で使う専門用語。まあ、それをメインで教えるんですけど、その文法についてはその n 語とかですね。そっちのまあカリキュラムっていうか、基づきながら明日から使えるような日本語をしっかり、えっと、サービスとして提供したいと思ってます。え、てかそのベトナムで習ってるその昔の日本語ってそれ何なんですか言い回しとかですね。 How are you? I'm fine thank you みたいな感じの日本語をやってるっていうからあ,あ、そうですそうです、うん、例えるならそうです。これって中島さんとこでやるメリットって何なんですか一番な。アーソホールディングス株式会社代表取締役辻慶太飲食店美容室エステ、アイブロウなど広く経営し全国で延べ100店舗を超えるグループ売上高30億円と他の追随を許さないビジネスファイターは挑戦者を打ち砕くかはたまた手を差し伸べるのか これって中島さんのとこでやるメリットって何なんですか一番な。そうですね。えっと、うち、はい、に任せていただくメリットとしては、はい、まずスタッフ、私以外にもその、社員というか業務委託、その方が今実際に、えっと、技能実習生と関わる仕事をしていまして、そういう仕事をしていて、すごくめちゃくちゃ詳しいので、日本語はもちろんですし、その技能実習生に対しての相談をいただいたときに、 あじゃあ、もっとこういうふうにしたらいいよっていう、日本語教育以外の部分もしっかり不安なところはサポートすることで、 その、まあ、別のサービス、ウェブの事業とか、あとはベトナム語コンテンツもうちやってますので、につながるかなと思います。その中島さん自体のメリットっていうか、中島さんのとこでやるメリットって何なんですかじゃあ、その業務委託の方も実際いるわけじゃないですか。じゃあ、その業務委託の方って実際、じゃあ僕がベトナム人を雇用させていただいてて、勉強してほしいってやったら、そこに直接お願いできるわけじゃないですか。で,すでも中島さんとこを通してやるっていう、そのメリットって何なんですかえっと、二つありまして、えっと、一つ目が、 まあ私はあの、えー、今 YouTube とか TikTok してまして、YouTuber はまあ7200人ぐらい。えっと視聴者さんの層としては、ベトナムに興味がある好きな日本人が7200人いるというところですね。なので、でまあ顔出しでも活動してますので、他よりかは信頼できるっていうところが一つ目。で二つ目としてはですね、まあこれちょっと先ほども言ったんですけど、日本人に対してのベトナム語教育。じゃ例えばその、もっと技能実習生と、 仲良くなりたい方に対して別であのベトナム語の講座の方を提供したりとかあとはそのまウェブの、えっと、マーケティングとかあのえっと YouTube のコンサルもちょっと地方の方でしてますのでそちらのノウハウもそういうところで悩んでたら提供できるっていう入り口はその日本語教育なんですけどそこから広げていけるっていうのはうちの強みだと思いますすごい先から気になるんですけど、はい、コミュニケーションを教える仕事をしてるのに、はい すすすごくコミュニケーション下手ででよねあ、本当ですか <laughs> <laughs> 多分みんな思何て,て,、ね、て言うんですかね表現力が下手くそっていうか<ー>なんかあのもっと簡潔にこう今僕2つのメリット聞きましたけどあんまりピンときてないですね<ー>どっち側にメリットがあるのかっていうその業務委託側にメリットがあるのかそれともその受講する生徒さん側にメリットがあるのかもわからなかったんでちょっともうちょっとコミュニケーション勉強した方がいいかもしれないですね。 はい、な,なんでしょうね僕たち多分話すのすごくスムーズだと思うんですよ、はい、すごいたどたどしいんですよあ緊張してる、はいまあ、緊張はあるかもしれないんですけど、はい、まあでもそれでも緊張してる状況下でも喋れるのがコミュニケーションを教える人たちじゃないかなって思うんですよね、はい、僕もいろんな番組で出の初めてだった時緊張はしましたけどそうはならなかったですまあ仕方ないかなっていもちろん思うんですけど <laughs> なんかコミュニケーションを教えるのにそれだとじゃあ取引先とかと話す時に緊張したらそうなっちゃうのかなとか この人に任せて大丈夫かなっていうのはすごくやっぱ思っちゃうんですよねなんかすごい不信感がすごくあるのと中島さん今じゃあ事業されてるんですよねすはいしてますどれぐらいの売上がある状態なんですかそうですね月にまあ変動はあるんですがまだ30から40ぐらいですね、うん、30万40万ね、はい、これはあの日本人にベトナム語を教える仕事ですよねそうですねそれプラス YouTube、うん、あとはそのウェブの方の授業ですね YouTube で儲けが出てるんですかああの YouTube は本当に数万円なんですけど、そこから、ま、集客してるっていうところも。ウェブの事業もやってるんですかあ、そうですね。ど、どれがどんだけの売り上げの比率か教えてもらっていいですか比率としては、一番高いのは、YouTube のコンサルですね。あ、YouTube のコンサルの方が高い。あ、ウェブはそうです。どれぐらいの割合っていうか、3?10 ですね。で、残り20万が残りの20万が、その他のもろもろ、 他の諸々ベトナム語の教育はどれぐらいですかじゃあ,あ。ベトナム語の教育が、あ、今30。いや、すみません。ベトナム語教育がじゃあ、種ですね。あ、種です。ウェブのやつが一番って今言ってたと思うんですけど。ああ。売り上げ的にはベトナム語です。あやっぱそうなんですね。はい。はい、じゃあ、まあまあ、ベトナム語で30万円。はい、多分、ベトナム語の教育をするっていう授業を立ち上げる時も、やってやるぞっていう気持ちでやり始めたはずなんですよ。はい、で、それが30万程度しかいってないのに、 今度はベトナムの実習生の人たちに今度日本語教えるぞやるぞまた2三3 0万しか上がらないんじゃないのってこの計画では5000万ぐらいのなんか計画立ててますけどいきますかねっていう日本人に対するベトナム語講座もそんな程度なのになぜそっち側の方が活路を見出してるのかなっていうのを知りたいこの活路を見出した理由としてはまあ先ほど話したその国として日本語力その実習生の日本語力を上げていこうよっていうところ と今、実際に日本に住んでいる、えっと、技能実習生が約で全国籍で45万人です、ね、いるので、まあ、すごいいい人数が多いっていうとうころそれは分かるんですけど日本人の方が圧倒的に多いんで,、はいでまあ、YouTube の登録者も7190名ですよね、ベトナムが好きな、はい、そういう人たちはすべて言ってみたらベトナム語講座の対象じゃないですか。はい にもかかわらず、それで30万ぐらいしか売上上がってないっていうのが、ちょっと気になるんですよね、はい。そこに関しては、去年の12月にベトナム語講座のオンラインの方を始めまして、今のやってる事業。ああ、それまではやってなかったってことですかそれまでには、私と今の彼女、二人で、えっと、一期生と二期生までやってました。で、この一期生あたり10人いまして、まあ、そこで、ま、20人、まあ、二人で教えてまして、 そこで、あ、こういう教え方をしたら、その一年間でこれぐらい話せるようになるんだっていう、まあ個人的なその実績を作って、オンラインの今のやつをスタートしました。まあ何を説明したいかがちょっと伝わってこないんですよね、うん、やっぱり。<laughs> はい。まあでも分かりました。そういう状況ってことですね。日本語を教える立場である挑戦者のコミュニケーション能力に不安を感じる虎たち。ここからは語学ビジネスの需要について深掘る。 ちょっと単刀直入に、ごめんなさい、ちょっともう今回のプレゼンの根本を否定するような感じになるかもしれないですけど、はい、語学の需要って今後伸びると思いますかっていうことなんですよね。はい、これどう,いうどういうことかというと、実は私もずっとあのアメリカ育ちなんですよ、18歳まで。はい、だから英語ペラペラなんですけど、ただしやっぱりそういう僕が最近すごく思うなんですね、何かというと、今ってもう、例えば電気屋さんってポケットークつでも、めっちゃ正確なんですよね、はい、とても。 で、そのうち、きっとこういうスマホでもどんどん精度上がっていくし、そのうちイヤホンとかでも、まあメガネかもわかんないし、もうその、もう語学の変換。いわゆる日本語で言ったものをベトナム語が変える。ベトナム言ったことを日本語が変えるっていうのはめちゃ進んでいくんですよね。そうなると、僕昔からの予想は、今後まあ別にね、えっと、まあ語学。英会話にしろ、ベトナム語にしろ。いわゆる語学の、えっと、需要ってどんどん減っていく。まああった方がかっこいいけどですね。ええー、事実上、実務上は減っていくんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、そこらへん、 どう思いますか、はい、翻訳機の、まあ、機能っていうのは、すごく上がってるなと、私も実際に使ってみて思いましたし、ただ、その、全員が全員、そうするってわけじゃないと思うんですよ。ベトナム語を勉強している日本人に関しては、えっと、ベトナム語能力試験っていう、あの、1年に1回東京でテストがあるんですけど、それが例年、受講者数は増えてるんですよね。また、その、YouTube の視聴者さんとかからお話を聞くと、 今その日越カップル、その日本とベトナムのカップルとか、あとは結婚されている方っていうのも年々増えてまして、またその実習生が増えているので、その職場でベトナム人と関わる、こういう人たちが増えているので、ベトナム語に関しては確実にこれからも伸びていくっていうところ。またその日本語に関しても、やっぱり仕事で翻訳機とかは使わないと思うので、今後すごい性能が来るにしろ、しばらくそういうのはないんじゃないかなと思います。 おそらくもう今も現時点で Zoom とかで実は自動翻訳出てるんで、はいはい、むしろ仕事今回 B2B じゃないですか、はい、実務上の方がきっとそういう翻訳機ってどんどん進んでいくしより利用されると思うんですよね、はい、ただしまあ間違いなくそういうのを使うより実際話せた方があのいろんな面でいいいいことはいいとは思うんですよね、はい、もう一つちょっと気になるのが、はい、まあものすごくこのねグループ講座とか、はい、Zoom を使ってとか教科書とか 昭和感のある昔の英会話とか語学学校のビジネスモデルなんですけどそれはんかもうリアルタイムでやる必要あるんですかねわかんないけど最近の今流行りのオンラインレッスンって全部ねどううっちかとアプリにダウンロードしてそこからまあなるべくインタラクティブに、まあ、AI とかを使いながらチャットを使いながら動画を使いながらやっていくのが流行りなんですけど結局増やすと増やフェアとね利益率どんどん上がっていくじゃないですか。えー、っていうモデルなんですけどなぜこの昭和感があるモデルでやってるのかなと思うんですけどどう思います 日本語だけ勉強するなら、そのアーカイブだけ見ても大丈夫かなと思うんですけど、やっぱり、その時、きで、あの、例えば、なんかもっといい表現ないんですかとか、その AI では対応できない人の部分をしっかり、その場で答えるというところとはありますし、あとはその仕事ではなくて、日本の生活とか、あとは日本人の方とコミュニケーションを取るときの、こういうことして怒られたんですけど、なんでですかとか。 そういうい日本語以外の部分を答えるっていう部分ではやっぱりまだオンラインの方がそれは分かりました確かに僕もそれは必要だと思うんですよね、はい、あの今の塾とかだと東進さんとかも含めあの普通に授業の動画を見てもらって勉強してもらって分からないところ質問しに来てください程度だと思うんですよ、はい、たださっき言ってた3人なのか6人なのか10人なのかっていうところで再三合わなくないですかっていう話なんですよねやっぱり。 それだけのコミュニケーションを、まあ、3人だったらいけるかもしれないです。3人を1時間で1人の講師が対応すれば、でも1人当たり20分しかないですよね。質問したことに対して回答する。まあ、他の質問した人に対する回答も勉強になるからそれはいいかもしれないんですけど、3人はいいかもしれないです。3人ってなった時に、えー、いくらもらえますか月に。3人の場合、1人当たり8,980円です。あ 月で2万7円ですかそ,うです、ね、それで8回の授業があって時給がそれぐらいってことはえー、っとまあ1万円ぐらいですかね1万円ちょっとですね 1>, 1万円ちょっとあじゃあまあ1万円ぐらいの利益があるっていう感じあそうですね利益はそうですね、まあ、そうですよね、はい、で、えー、っと6人だったらどうですかえっと6人の場合でしたらえっと一人当たり5480円になりますもう3万円ぐらい はい、3, 万円3万円ぐらいでまあでも講師のあれは変わらないから1万円ですよとで2万円ぐらいの儲けになりますよっていう,そ,うそんな感じですよね、はい、で実際満足度としては6人だと多分1人10分しか1回のレッスンで対応できない感じになりますよねかなり下がると思うんですよねってことはもう6人は想定したらダメなのかなみたいな3人ぐらいでもうずっと想定されてますよね多分そうです三五人で 3, 3人ちょっとぐらいとかね、はい うん。儲かるのかな一社決まって、一万円の利益ですよね。儲かります何社決めようと思ってますかねなんか結局あなたがそのベトナム語を日本人に教えてるじゃないですか。はい、それと全く同じことをまた裏返しでやってる、その、要は利益率ですよね、結局ね。そうですね。何よりもやっぱり中島さんの営業力が不安っていう。はい、あ、営業に関しては、 私だけでではななくていやそういういい問題じゃないんですよね <laughs> 経営者でしょ <laughs> 経営者が営業その営業マンよりも能力低い状態で営業マンに舐められちゃいますよねそこは今後あのしっかり営業力はつけないなと思います <laughs> 挑戦者に厳しい言葉を浴びせるトラちトラの猛威に挑戦者はどう応えるのか次回の配信を見逃すな 昨日一昨日に考えたアイデア持ってきてんじゃないって僕は思っちゃうんですけど。だからそういうことをまあその思いついてこない時点で終わってんねって話でですね。